お待たせしました。ついに激闘の火蓋が切られます。待望の一戦を迎え、試合前からこの盛り上がり。南葛対東邦、ここ埼玉ワールドスタジアムは割れんばかりの大歓声。そして今、大歓声に揺れ動くフィールドに両チーム入場です。今始まろうとしています。接戦の火蓋が切られました。パスキー、パスを出します。翼、はっ、何だと、何、翼くん、ゴールに持ち込んだ。ゴールを狙う。これでは不発に終わります。そら、チャージが決まった。それ、パスを回す。それ、パスを出した。これは見よ、回転をかけてシュートを放った。また島津君、このシュートに反応している。ゴールを守った。そら、それでは素早く横にかわす。澤田君、回転をかけてシュートを放った。森崎君、このシュートを正面から受け止める。反町君、このパスをカットします。かわして振り切った。短いパスでスペースにパスを出した。岩見くん、ボールを持った。はっ、今井くん、ボールを狙うも届かない。それ杉くん、ここはパスに切り替えた。ここはパスを出した。澤田くん、パスを出します。チャージが決まった。岩見くん、ここからチャンスを作れるか。滝くん、ワンタッチで送る。回転をかけたシュートを放った。中島津君、横に逃げた。ゴール隅に決まった。翼君、ここが先制となるゴールを決めてきた。そら、中学、ボールを持つ。見たか、これはごぼう抜きだ。ヒューガ君、ここからチャンスを作れるか。必殺のシュートでゴールを狙う。横飛びでシュートするか。相手は反応するも決まった。このシュートを決めてきた。信頼してくれるみんなのために勝つ。劇的な幕切れ。終盤のゴールに勝利の女神が微笑みました。